ナバロ軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は47,735人であり、2000年の45,124人から5.8%増加した。軍庁所在地は公式な市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はテキサス革命でテハーノの指導者となり、 テキサス独立宣言に署名したホセアントニオ・ナバロに、ちなんで名付けられた。ナバロ軍はその全体で、公式なショート試験を構成している。ナバロミルズコトダム公式なしのナバロ軍庁舎前の退役軍人記念碑1860年、エーブラハム・リンカーンが大統領に当選した後、ナバロ軍は抗議のために、軍庁舎からアメリカ国旗を下ろし、テキサス周期を掲揚した。 1861年初期、ナバロ軍から450名ほどの者たちが新設南軍に入隊した。その中から二人、すなわち、ロジャー・オー・ミルズとクリントン・エム・ウィンクラーが結出した、主官になった。ウィンクラーは南軍の大佐となり、テキサス州南西部のウィンクラー軍にその名前を残した。ナバロ軍議会は武器弾薬の資金手当を行い、 兵士の家族の支援も決めた。戦中の1861年7月には、公式な周辺の志願兵からなる87名の南軍不評で、ナバロライフル隊が結成された。ナバロ軍の設立者クリントン・エム・ビンクラーが当初の隊長になった。この部隊は、ドレスデン、スプリングヒル、さらに後には、ウェーコやハリスバーグで訓練を行った。ナバロライフル隊は、 テキサス第4志願不評連隊の第一中隊になった。1861年9月、この部隊はバージニア州リッチモンドに到着し、ジョンベルフット将軍の指揮下に置かれた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1086平方マイルであり、このうち陸地1008平方マイル、水域は79平方マイルで、 水域率は7.23%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ナバロ群はダラスフォートワースメディア市場に属している。地元ではテレビ局10局から放送が流されている。地理的にウェイコ都市圏に近いのでウェイコ、テンプル、キリーンの放送局からも受信できる。また東テキサスのタイラー、ロングビュー、 ジャクソンビルのメディア市場からも視聴できるものがある。軍内で発行される新聞としては、公式なデイリーさんがある。ありがとうございます。